歯肉に発石が見られるため次回スケーリング予定。歯科に特化した辞書が全て AI の方が入ってますので、そちらが全部判断して変換してくれると。東和ハイシステムなどが開発した AI 音声サブカルテです。サブカルテは歯科医やスタッフが患者との会話や気づいたことなどを記し共有するものですが、これまでは手書きのものが多く紛失や保管場所の不足などの問題がありました。しかしこのシステムは音声だけで電子カルテを作成操作することができるため、院内での情報共有が容易になるといいます。サブカルテを、このまま患者様に説明もできますし、あと院内に iPad を持った別のスタッフ、あと勤務医さんも含めて全て共有することができます。実際に体験してみると、新規刺繍1番2番3番、本当にスムーズに入力ができるんですね。 AI 音声なので、空の雲と生物の雲を前後の文章で、見極める、判断する、ここに大きな違いがあると思っています。当社としては歯科 DX でさまざまな社会問題を解決したい。東和ハイシステムは今後も AI 音声を活用したシステムを開発したいと話しています。